昨日、なんか。 うん、た最近たくさん相談してしまってごめんなさい。ここ最近友人関係や家族のことで悩みすぎていてとても辛いですと。プーさんはそういう時ってどうしますかっていう。で、その内容言ってこいっつって、内容言わなきゃわからねえっつってで、内容まとめて送ってこいっつって言ってて今日来ました。おばあちゃんに言ってもらった後すぐは大丈夫だったのですが、言ってもらった後数日後ぐらいからお母さんの態度が少し変わって、おばあちゃんと自分のことを少し無視したりするようになったり、彼氏との通話も3日に一度って言って、 のにに元戻り毎日夜中までするようになったりするなったりするようになりましたと1人暮らしするまで我慢なのは分かりますが少し辛いですと友達の件は行かなかった自分も悪いですが何か言われるのかなとか誰かに見られる。 かなとか怖くなってこの二日大学に行く気もせず家から出るのも怖いですと。で、相談して話しかけてみた女の子とは全然話しかけてって言ってもらいましたと少し安心しました。うん。ばあちゃんにそこ相談して、まあ今ばあちゃんが聞いてくれてるのかどうかわからないけど、繰り上げでも早めにもうやっぱりもう一人暮らしした方がいいんじゃないかなって俺は思うんだけどね。その方が俺精神安定するような気がするけどね。だってそのなんかあのクソみたいなあのお袋とさ、 あの一緒にいるよりも、俺、全然そっちの方が精神的には安定すると思うんだよね。あと、その、ね、新しくできた感じの友達を連絡取り合ってとか、うーん、なんかそういうところにした方がいい気がするんだけどな多分俺、なんかその、そのクソみたいな、ね、あのー、お袋のところにさ、一緒にいるよりもさ、多分、一人暮らし始めちゃった方が俺、精神的に安定するような気がするんだけどね、俺はね。 で結局さ、ね、結局やっぱりだから俺が懸念してた一番さ、なんかそれをさ、あの、一番最初にばあちゃん経由で言ってもらうとか、兄ちゃん経由でさ、あの、お袋に話をしてもらうっていう話になると、こういうことが起きるって言ってたじゃん。まさにこれが起きてるやんか。結局。あのー、私の普段の生活を誰かに告げ口したみたいな、悪いように言ったみたいなさ、ことで、なんか、こういうことになるっていう展開を予想してた通りの展開になっちゃってるから、今。 おばあちゃんとお母さんの妹は7月と6月中に1人暮らしにしようかって言ってくれたんですけどまあ自分の判断でお前が8月っつったってことあいやそれおばあちゃんと妹のせあのー、話が正しいよ多分そうかその8月にするっつうのは何お前の意見だったってことうんそれともお前のかお袋の意見ってことどういうことどれなの 忙しい中予定入れてもらったりすぐお金払ってもらったりするのは申し訳ないなってなって。え、でもそれでさ、じゃあ変な話さ、じゃあお前がさ言うように8月までになんか自分の精神が安定するまで一人暮らししないとかいうのがさ、どんどん逆にさ、それなんか一人暮らしの期間が伸びる、一人暮らしまでのさスパンが伸びることによってさ、どんどんお前が逆にそれでさ、余計精神不安定になってんじゃん。 で、その、なんか、忙しい中予定入れてもらったり、すぐお,お金払ってもらったりするのは申し訳ないなって思ってっていうのは、結局だってどこに、どこで引っ越すにしたってさ、予定入れてもらうのは変わらないわけじゃんか。別に。それとも何今、繁忙期とかってこと別にそういうわけじゃないでしょ。だとすると、ねあの、どこにどこの期間にしたって、どこのタイミングにしたって同じだし、 で、あの、すぐお金払ってもらったりするのは申し訳ない。それがだって、期間があったところで、それで、それのために貯金をして、それで払うっていう状態なわけじゃないわけじゃん。多分。この前聞いた限りだと。そうすると、逆にその、なんだろう、う迷惑をかけてしまうっていう感覚のポイントがずれてんねん。そう。申し訳ないなって思うポイントがずれてんね で、申し訳ないなって思うんだったら、じゃあお前はどうしなきゃいけないかっていうと、ね、これは、本当に、あの、ここは本当に頭の中入れとかないきゃいけないんだけど、本当に少なからずお前がじゃあ申し訳ないなとか、ありがたいなとか、そういう気持ちが本当にあるんだとしたら、だとしたら、そこで変な気を使うんじゃなくて、自分が一番精神が安定して、元気に毎日学校に行って、普通の学生の生活を大学生の、 生活をして、あのー、毎日幸せそうに生きている姿を見て、それを見せることが、その、逆に言うと、おばあちゃんと妹に対する、えっ、ー、と、恩返しだと思うし、っていう。だって、そのためにいいよ。じゃあ、お金出すよ。一人暮らしししなさい。って言ってくれてるわけだから。それな、その、じゃあ、言葉の裏にあること。 思いってどういうことかっていうと、お前が幸せになってくれたらいいな、毎日ハッピーにしね、過ごしてくれるようになれれ,なれればいいなっていう思いでそれをやってくれてるわけじゃん。だからその気の使うポイントが違うねだからそこの気の使い方っていうのは、うんと、もしそこに甘えられるんだから、いつも俺がよく配信の中で言うじゃん。あの、人間一人じゃ絶対生きられない。俺少なくとも俺は一人で生きてきてる。ね、生まれてこの方ずっと一人で生きてきてますっていう人、俺、少なくとも俺の36年間で見たことないよ、一人も。 ね。そうなったときに、あの、いつも俺が配信で言うけど、だったら誰かしらに甘えなきゃいけないんだよ。どうやったって、誰かの助けを借りて、誰かの、ねえ、えっ、ー、と、誰かにいろいろ助けてもらって、いろんなことを助けてもらって、それで成り立ってるっていうのが人だからさ。うん。俺なんか自分でやったことなんか何一つねえし。うん。全部周りに助けてもらってるだけの話だからね、俺なんか。そう。 ここまで36年か。だとすると、お前が今学ばなきゃいけないのは何かっていうと、甘え方っていうのを学ぶこと。うん。まあだから今までね、甘えさせてくれる人がいなかったから、それをね、あのー、お前が悪いわけじゃない。そこに関しては。そう。ね、結局そのクソみたいなお袋のせいだっていうところもあるし、ね、っていう、なんかね、ところもあるんで、そう、そこは別にお前のせいではないから自分を責める必要ないんだけど、 うん、だから、甘え方を覚えた方がいい。だから、あの、変な遠慮って逆に迷惑になっちゃう。そう。時がある。っていうことを覚えといた方がいい。だから、そんな遠慮するぐらいだったら、もう別に、あのー、すんなりと、あのー、イエスって言ってくれた方が、あの、こっちも、ね、あの、気持ちいいし、っていうこともあるし、そう。で、その、いい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 っていう、その、押し問答って結構めんどくさいから、その、行為に関しては、 うん、まあそれ TPO だからもうほんとそれは経験値でしかないんだけど、うん。だからいろんなことを経験して、これから経験していって学んでいくしかないんだけど、うんと、その行為、人からの行為っていうのを、はい、ありがとうございますって受け入れた方がいいものと、やっぱここはちょっとワンクッション、あ、大丈夫です大丈夫ですって、こうちょっと遠慮を入れとかなきゃいけない部分とっていう、まあそういう TPO でなんかいろいろあるんだよね。そう。 で、それっていうのは、その、その話を出してくれてる人に対してもそう、人っていうところもそう。だからそれ、そういうね、遠慮がなくて、そのまますんなり受け取ってしまうことが嫌だと思う人が、抵抗がある人もいれば、逆に、あの、いや、もうもっとすんなり受け取ってくれ。この、この、押し問答めんどくさいって思う人もいれば、人にもよるし、で、その状況、環境にもよるしっていう。だからそれに関して一概に全部それを全部受け取れっていう話ではない。 ないんだけども、それをだから少しずつ学んでいった方がいいし、で、やっぱりそれが自分にとって、えっ、ー、と、それを、えっ、ー、と、ごめんなさい、大丈夫です。あのー、って遠慮することによって、自分がとってもマイナスになる。ま、あ今、現に、今回のその遠慮して、あの、8月っていうところで話を移動させたことに関しては、うん、今、現状、今自分にとしてとってとってもマイナスになってるわけじゃん。 そう。だとしたらそこっていうのは甘えさせてもらうっていう。その代わり、あの、本当にありがとうございますっていう感謝を、その言葉だけじゃなくて態度と行動できちんと示していくことっていうのが大事。おばあちゃんたちの予定を聞いて、やっぱちょっと早く一人暮らししたいって。そうだね。昨日のアーカイブをちょっと参照しながら聞いていただければと思うんですけど、えー、言葉って、あくまで道具なんだよね。言葉なんてただの記号でしかないし、記号なんてただの道具だし、言葉って道具なんだよ。 態度と行動っていうのはお前自身なんだよ。言葉っていうのはただの道具。お前が使っている道具なんだよ。だから言葉っていうものを自分だと認識し、誤認しないこと。間違わないこと。言葉っていうのは自分ではないから。態度と行動っていうのは自分だけど、言葉っていうのはただの自分が使っているだけの道具なだけだからね。そう。言葉は道具に過ぎないんで。 だからそこを勘違いしないことそう。そうするとおのずとなんか何がこう、自分が何をしなきゃいけないのか、何をどうしなきゃいけないのかっていうのはなんとなく見えてくるはずなんで、そこだけ忘れないでほしいかなっていう。まあだからそう、あの、おばあちゃんにちょっとお話ししてごらん。そうすれば変な話、えっ、ー、と、そこのメンタリティっていうところが、まあ少しでもこう改善されるんであれば、多分いろんな物事を、あの、ポジティブにあの考えられるようになると思うんで、そこを一個解決してごらん。